今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。匿名様、ありがとうございます。VTuber、ひまそらしの件です。ひまそらし、コーヒーとかで検索すれば、ひまそらしの犬神コロネさんの演説があると思います。ナルシはあんまり見ていないので、お布施動画のコメント欄の件は知りませんでしたが、そんな件があったんですね。今回のやつはあんまり厄介ファン来てないみたいですし、蒸し返すのもどうかと思ったんですが、私の発言が勘違いされてるみたいなので、訂正お布施です。すままるこ。こないだの件に対する補足ですね。わざわざありがとうございます。経緯をもう一度簡単に説明すると、犬神コロネ様という VTuber が、職場で残業する男性に対して、笑顔でコーヒーを渡す合成画像を投稿していました。男性からコーヒーを奪い取っているように見えるといじられていたあれですね。いや、さすがのコロネ様もそこまでサイコパスではないだろ、いい加減にしろって。この画像に対してひまそらあかね様が以下のようにツイートされました。なんでひざまずいてコーヒー渡してんの。普通これだと立って渡すから頭の位置もっと高いはずだけど。このツイートに対して、VTuberにマジレスするのは、厄介ファンが多いから良くない、という趣旨のお布施メッセージが私の方に来ました。厄介なファンの方もいて大変ですね。そういう厄介ファンが多いと、VTuberを語ることが難しくなり、閉じ込ん化してしまいます。っていうかこのツイートのこと言ってたんですか。これダメなの。私は普通に流しにしてましたけど、世の中には随分特殊な厄介ファンもいるんですね。生き物たたり様、高額投げ銭ありがとうございます。どうもおかまよ、苦渋の結構よ、レイヤちゃん兄貴の皆さんごきげんよう、おげんこちんちんかしら、ケツコネ物を投げてよこしたり、お金を投げてよこす人がすごくダメなの。何やれ、そんな人見るといつも思ってるのよ。あんた頭蓋骨の中のお味噌じゃなくて、カステラ詰まってるんじゃないの。長崎のちょっといいやつかもしれないけどカステラ。って、口悪くててさ。でも気持ちはわかりますよ。投げられると若干イラッとしますよね。時と場合にもよりますが、私も先日スーパーでレジを通った後に、袋詰めをしていたら、私の真横にあったカゴ置き場に、BBA がいきなりカゴを放り投げてきてびっくりしました。細ガキを連れた金髪の BBA でした。いやーあれはイラッとしましたね。隣に人いるのに普通投げるか。っていう、あとね、スーパーとかで通路歩いてて、人の前をゆっくり進んでると思ったら急に立ち止まって、軽く反復横跳びみたいに動くおばさんなんなの、いるのよピーコックとかに、野生の鹿なの、鹿はコロリンうんちするからまだ可愛いわよ、そういう時後ろからカートで強めにおカマ掘りたくなるけど、結構はいいおカマだからぐっと我慢してるのよ。最近反復横跳びと聞くと、どうしても一瞬ホムラちゃんの顔が、思い浮かんできてしまいますね。なんなんですかそのおばはんは。あれかな、高齢になるとめっちゃ視野が狭くなる人が、中にはいるみたいなので、多分周りが見えなくなっているんでしょうね。そういう人たちは、あとお客さんで嫌っていうか困るのが、私ブスだからっていう女、やだ、そんなことないわよ、結構なんか鏡割れちゃうんだからとか言うけど、心の中じゃ、一体どう言えばいいのよ、本当に微妙にブスだけど、可愛いって言われたくて言ってるんでしょ、っていうか誰相手に言ってるのよ、おかまよおかま、私はおかまで女にはオキアミのヒゲの先ほども興味ないのよ、男連れてきなさいよせめて、とか思ってるんだけど、いけない、愚痴が過ぎるわね。それは男女関係なくじゃ若干ムカつきますね。私綺麗でしょ。っていうオーラを出してるやつよりはマシかもしれませんが、いつも面白いお話を聞かせてもらっているので、多少の愚痴は聞きますよ結構様。でもほら二丁目にせっかく飲みに来て、お金使ってるんだから楽しまなきゃダメよ。あなたも私も今を生きてるのよ。目の前のことが人生の全てじゃないのよ。楽しもうと思って楽しむの。ただ時間に流されてると、周りと全く同じ色になって、あなたらしくなくなるのよ。私なんか若い頃に自分のために生きようって思って生きてたら、二丁目のお釜になっちゃってたわよ。ダメじゃない。人間ただ生きていれば良いって、というものでもないですからね。今の時代は、やはり一度限りの人生、適度に楽しみつつ、後悔のないように生きていきたいものです。二丁目にたどり着いたのは、考え方によっては幸運だったかも。それはそうとマリモ姉さんよ。今日ねサリーちゃんと選挙の話になって、選挙近づくと選挙カーがうるさくてやだ。私たちって夜通し働いてる夜行性の虫みたいな感じだからお昼間寝てるのよ。だからうるさくてやーねーみたいな話してたらマリモ姉さんが、あんまり政治の話とかしない方がいいわよっていうのを、選挙カーの話は政治の話じゃないわよねー。笑ったわサリーちゃんと、マリモ姉さん何がおかしいかわからなくて、ギョトンとしたブスになっててさらに笑ったわ。そういえばレイヤちゃんマリモ姉さんいじりすぎ、っていう感じのお話してたじゃない。それはね、あいよ、実はケツコとマリモ姉さんは同期なのよ。同期の育成オカマなの。まだサリーちゃんとドスエさんが来る前、結構とマリモ姉さんともう一人のオカマと、鉄山マっていうオーダーでお店回してたの。もう一人のオカマはカマタバリコさんよ。いい人だったんだけどね。そうあれは冬のある日、何の前触れもなく突然に、蕎麦屋になる、って言って出て行ったの。困惑。飲食店は難易度高いですよね。10年ぐらいすれば大体潰れてる印象です。しかもなぜ蕎麦屋なのか。せめてバーで培った調理技術を、活かした店とかにしてくださいよ。バー全然関係ないじゃないですか。しばらく歌舞伎町のお蕎麦屋さんで、出前持ちとかやってたけど今は行方不明ね。多分もう少ししたら戻ってくると思うわ。戻りおかまね。この辺ではそういうちょっと広い世界を、見たくなっちゃうおかままあまあいるのよ。そういう人たちのことを、戻りおかま通称もどかまっていうの、窓マギみたいで可愛いでしょ。申し訳ないが、窓マギに対する風評被害は NG。戻りおかまのゴロいいですね。戻りガツオ的な、きっとたくましくなって戻ってくると思うわ。そういうわけでマリモ姉さんとは長いの、長い仲間なの。だからよ、まあ仲良しってことね。おそらく元からたくましかったのでは、
推測、今日はこんなところかしら。あれやちゃんが宣伝してくれたおかげで、結構のチャンネルの登録者さんすごく増えたの。しめしめだわ。いや違う違う、とってもありがとうございます。これからもお手紙書くわよ。それじゃあ今日はお暇するわ。ありがとレイヤちゃん、ありがとう兄貴さんたち。アディオースアミーゴ。ANAたちのケツコより。ANAと窓マギに訴えられても知りませんよ。ケツコ様、そうなんですよ。前に見た時よりもケツコ様のチャンネル、めちゃめちゃ伸びてますね。少しでも宣伝になったのなら私としても嬉しいです。もう少しで1000人いきそう。皆様登録してね。ケツコ様がマリモ姉さんのことを好きなのは、なんとなくわかってましたよ。多分私や視聴者兄貴が、小林リオに対して当たりが強いのと、同じようなものでしょう。よかったな小林。皆から好かれてて、最近小林、全然出てきませんけども。パパイヤ様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤ様、前回のオヒューズで早漏と罵倒されたものです。私はこのことについて正直苦情を言いたく、再びオヒューズをさせていただきました。すいません、許してください。小林リオが何でもしますから。確かにオヒューズの額面が少なく、文字数が足らなかったというのはこちらの落ち度です。そこは正直に私も非を認めたいと思います。だがしかし、善意のオヒューズを行った人間に対して、早漏とは何たることでしょうか。もしかしたらレイヤ様は私の知らない平行世界に、早漏という言葉がゾッとしたら人を褒めたたえるという肯定的な野次で私を称賛しているのかもしれない、と思い、ウィキ先生やコージエン、ガークスを駆使して調べてみましたが、やはり早漏という言葉の意味は私の知っている、早漏という言葉しかありませんでした。でしょうね、そらそうよ。いやでも早漏じゃなかったのなら、早漏と呼んでしまったことに対して謝罪します。申し訳ありませんでした。早漏。ちなみに早漏とはウィキ先生は別名、ミコスリハンと言っています。本当、なんということでしょう。私はウィキ先生の、ミコスリハンという言葉が本当であれば、2.5 コスリの私はもはや、早漏という言葉を超越した存在。いや、本当に早漏なんかい。あ、うん、なんか、逆にごめんなさい。早漏なのに早漏と言ってしまい、申し訳ありません。後ほど小林リオをそちらに派遣します。早漏の向こう側ということでしょうか。人知の全てを超越した私のことを、レイヤ様に今から本題を叩きつけようとした矢先ですが、またしても枕が長くなってしまいました。とりあえずこれからも応援してますので頑張ってください。また本題を言う前に、文字数制限で終わってるんですけど、結局本題って何なんですか。何一つ本題が伝わってないんですけど、これほぼ早漏の話しかしてないじゃないですか。しかも 2.5 コスリとかいう情報を、セルフ開示していますし、こいつすげえ変態だな。ミコスリハンって実際ありえるんですかね。実質感度3000倍みたいなものでしょ。歩いてるだけで達してそう。じゃあパパイヤ様は、感度4000倍ぐらいあるということで、よろしいですか。小林リオファン3人のうちの45人目、様、高額投げ銭ありがとうございます。いや、金額がやばい。しこしこ縁はまずいですよ。いつも楽しく拝見しています。さて、私は文才がないので、真面目な悩み相談になってしまうのですが、ご了承ください。いや、それは全然構いませんよ。何ですか急に改まって、この流れで変な話が始まったら、その時点でもう受け継穴確定なので、よろしくお願いします。最近 YouTube で、タヌヤマタヌリンさんかな、という方の動画を見ました。すみません、仮名が全然仮名になってないんですけど、誰なのか丸わかりなんですけども、というか隠す気が一切ないでしょ。内容も好きなのですが、タヌリンさんの見た目と仕草がとても好きで、早速4545しようとしたのですが、なんとも言えない罪悪感というか、変な4545してはいけないという気持ちが湧いてきて、4545できませんでした。はい、ケツ穴確定。何の話やねんこれ。ええ加減にせえよほんま。4545することに対しては罪悪感を覚えるのに、こんなメッセージを送ってくることに対しては罪悪感を覚えないのか。困惑。実はレイヤさん、女の子や小林リオ、その他もろもろの YouTube キャラさんでも同様のことが起きており、非常に困惑しております。困惑してるのはこっちなんだよな。え、マルロ漫画で4545するのは非常に好きなので、2時がダメとかはありません。3時も好きです。ホマルモとスカマルトロ以外なら大体何でもいけるのにです。いや、全然伏せ字になってないんですけど、大概にしとけよ。伏せ字の意味ないんですけど、これだと、今度からこういうのは全部伏せ字にしますよ。これを4545できれば、一皮むけそうな気がするのですが、頑張って4545するべきでしょうか。一体何を聞いてるんですかあなたは。勝手に4545してください。いちいち許可を求めないでください。4545するのは、許可制なんですか。許可制じゃないでしょ。各自で判断して4545してください。少なくともレイヤと小林に関しては、4545してもらっても全然 OK ですよ。する人多分いないと思うけど、特に小林なんかもオール OK なんで、鬼のように4545してください。真面目な文になってしまい、申し訳ありません。下ネタを入れないといけないということなので、書いてみます。いや、むしろ、真面目なところはどこだよ。真面目なところを探す方が、難しいんですが、それは、しまるんこ。はぁ、袖固め息。小学生並みの下ネタはやめてください。そんなこと言って喜ぶのは、小学生だけですよ。ブーメラン発言。みぐみぐち様、ありがとうございます。涙目と、くしゃみ鼻水、花粉症、ティッシュ使って、鼻がヒリヒリ。
いや、何なんですかこれは、意味がわからないんですけども、現代アートですかこれは、ああよく読むと短歌になってるんですか、随分現代風な短歌ですね。とにかく花粉症が辛い、花粉症が辛くて仕方がない、そういう苦しみが伝わってくる歌です。私もだいぶ花粉に弱いんですけど、それでも鼻がヒリヒリしたことはないかな。大丈夫でしょうかそれ、ケツ穴確定すれば、花粉症が治るっていう噂を聞いたことがありますよ。事実かどうかは知りませんけど。新手の新参者様、高額投げ銭ありがとうございます。このメッセージはちょっと紹介できません。せっかく投げ銭をしてもらったのにこういうことを言うのもなんなんですけど、常識的なメッセージをお願いします。モブモブプリン様、ありがとうございます。レイヤー様はじめまして、そしてお願いがあります。レイヤー様のおすすめ商品、ぜひ購入したいと思っているのですが、アイニックスでに持っているワインが苦手なので、もっと他にも商品を紹介していただけないでしょうか。個人的に食べ物お酒などの、消費できるものだと気軽に買うことができるので嬉しいです。これからも応援しています。わかりました。紹介するのは食べ物系が良いですかねやっぱり。せっかくアマゾンアソシエイト始めたのに、最近あまり紹介していなかったので、今後は紹介する頻度を少し上げていきますね。今日投稿したヘルハラの動画で、おすすめの醤油を紹介していますので、よければそちらも見てください。過去に紹介したものだと、ポテチの幸せバター味が美味しいです。スーパーのお菓子売り場で売っていますので、まだ食べたことがない方はぜひ一度試してみてください。今後も食べ物系中心で紹介していきます。ただアマゾンで買うよりスーパーで買った方がいいやつとかは、紹介しづらいんですよね。アグレッサー様、高額投げ銭ありがとうございます。俺とレイヤーは、チンチンカモカモ。ドン引き。メッセージはこの一行だけです。これで終わり。なんやねんこれ。チンチンカモカモという言葉には、男女の仲が極めてむつまじいこと、性丸いをすること、という意味があります。つまり、このアグレッサー様は、ただの変態ですね。だって、レイヤーとそういう？もう変態ばっかりで頭おかしなるで。でもこういうコメントって、多分紳士が書いてると思うんですよ。読み上げても問題ないラインなので、いやでもたとえ紳士でも、変態は変態ですけどね。変態紳士ですね。男の子に興奮するのはやめてもろて。せめて小林にしてください。できれば。31クム様、ありがとうございます。赤木レイヤー様、ふと思いついたアイデアで、仕事に集中できなくなった31クムです。本当は絵が描ければ良いのですが、某人間レベルしか描けない画伯なので、案を置いていきます。エコーニュース様の動画で、コーキンごくごくからヒントを得た、〇〇の4コマです。1コマ目、〇〇が指についたジュース、コーキンを恐る恐る舐めようとします。2コマ目、〇〇がストローでジュースコーキン、を集中します。3コマ目、〇〇がジョッキに入ったジュースコーキンを、ごくごくと何杯も飲みます。4コマ目、〇〇がテーブルに乗った大量の満館全席コーキンを、ガツガツ食い散らかします。満館全席の乗ったテーブルは痩せこけた日本国民が支えています。ちなみにコマが進むほどに、〇〇が太っていきます。キム・ジョンウンに似てきます。これリーガルアウトかもしれませんよ。気をつけてください。まあでも現実に起こっていることとしては、これと大差ないというね。っていうかコラボの漫画描くなら、スルメロック様のような作風で、シンプルなデフォルメで描くのが、一番合理的だと思います。その方が生産速度も速いですし、負担も少なく済みます。話は変わりますが、以前財布を忘れる件に関して、レイヤー様がスマホに1万円札仕込んでおく案ですが、普段使っているカバンに予備の財布を入れておくことにします。それではまたお手紙書きます。なるほど、それでも良いですね。カバンの中にお札を入れておくのも良いでしょう。とにかく何でも良いので、普段絶対持ち歩いているものに、お金を入れておくといざという時に助かります。でもなくした時は悲惨なので、くれぐれも気をつけてくださいね。31クム様、ありがとうございます。追伸、おとなし小村様にツイッターの DM で、コーキンごくごく使用しましたとご報告しました。返事はまだありません。いや、何の報告やねんこれ。それにしてもコーキンごくごくは、なかなかのパワーワードですよね。コーキンチューチューよりもパワーがある言葉かも。一度聞いたらなかなか忘れません。みぐみぐち様、ありがとうございます。レイヤーへ、レイヤーと出会ってから、毎日が輝いています。レイヤーの美しさ、知性、そして強さに惹かれ、レイヤーと一緒にいることが幸せです。レイヤーの優しさに触れるたびに、心が温かくなります。レイヤーがいてくれるからこそ、俺は前に進めます。愛しています。レイヤーと過ごす時間が、永遠に続けばいいと願っています。レイヤー、いつもありがとう。こちらこそ、いつもありがとう。賢い税の怪文書みたいなやつやめろ。なんかしかも若干宗教っぽいんですけど、レイヤーと出会ってから毎日が輝いていますって、完全に宗教じゃないですか。レイヤーと一緒にいることが幸せです。ってなんかまるで、結婚しているかのような物言いですね。強い恐怖を感じます。脳内結婚ですか。いくら未婚率が上がっているからといってそれは、しかもナチュラルに告白してるしさ。申し訳ありませんが、私は小林リオと結婚していますので、そういうのはできません。記事 100% 様、ありがとうございます。背景、レイヤー様、毎日レイヤー様にムラついています。動画が待ち遠しく、まだかまだかと PC の前に正座して全裸で待機しております。いや、どんだけムラついとんねん。お前は、77歳で毎日ムラついてるんですか。どんだけ欲が強いんですかね。
困惑。まあ元気なのは良いことです。アキラ界隈のようにイデオロギーにとらわれることなく常に1億人の視聴者の常識を問うお姿がご立派です。黄金中中醤油中中結局は常識があるかどうかと思います。アキラ界隈はどうしてツッコミどころが満載なのでしょうか。レイヤー様の〇〇〇〇にツッコみたいです。細で固め息お待ちしております。はぁ、細で固め息、脈略なさすぎてびっくりしちゃうよね。おそらく文章を書いている途中で欲望が暴発してしまって唐突にこのような表現が出てきたのでしょう。文章書いてる時ぐらい欲望をコントロールしてください。先日妻がグレカの明細でお布施を見て、あなた変な宗教に寄付してるんですかと問い詰めてきました。可愛い男の子に血みちをあげておると正直に言うと妻のヒステリーが爆発する危険がありますので、どう言えば穏便に済ませられるか良いアドバイスを頂戴できませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。お体ご自愛ください。あ、それはまずいですね。返答次第では生命の危機に陥りますから、過去の動画を奥様に見せて自分のメッセージを見せた上でこの投げ銭にお金を使ったと正直に全て話すのが一番でしょう。ほぼ確実にメイド行きです。おめでとうございます。まだ宗教って言った方がマシかもしれない。名前を読み上げたくないよ。ありがとうございます。キャー、チマルチン挿入しないでくださいって恥ずかしいです。止めてちゃぶ台。あ、止めないで。オックスフォードランガエイジェズの定義詳細、チンチン1な、犬が前足を胸のところに折ってたれ、あと足だけで体を支える姿勢をする芸、菓子が欲しくてチンチンをする2、服と湯が沸き立って音を立てる様、鉄瓶がチンチンとたぎる3、服と鐘やベルが鳴る音の様、チンチン電車チン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 、特に夜が更けてひっそりと静まっている様、夜はチンチンと吹けるチンチン焼きチンチン焼きベビーカステラ。チンチンに関する貴重な情報提供をありがとうございます。いやー、今日は皆様これでまた一段とチンチンに関して詳しくなれましたね。なるほど、チンチンという言葉はチンチン以外にも用途がいろいろあるんですね。だから YouTube では収益化規制の対象とはなっていないみたいです。やったぜ、これはチンチンは下ネタではないという理解であってますよね、おそらく。しかし他のキーワードとの組み合わせでチンチンが NG になる可能性もあるので、場合によってはチンチンを検閲する場合があります。ベビーカステラってチンチン焼きっていうの、これは普通に知らなかった。パッケージにチンチン焼きって書いてあったらなんかイミシンに見えちゃう。やばいやばい、チンチン電車が許されていると考えるとチンチン自体そこまで卑猥なものではないのかもしれません。匿名様、高額投げ銭ありがとうございます。このメッセージも紹介することはできません。これはさっきのと違って 100% 悪意がありますね。日本語も明らかにおかしいので、正常な人間が書いた文章ではありません。アルミホイル巻いてる系の怪文書ですね。当たり前ですが、こういった文章は読み上げませんのでご了承ください。まあよっぽどひどいのじゃなければ大丈夫ですよ。読み上げ拒否はパート63にして初めてかな。多分今回読み上げ拒否が2本もあったので、かなり珍しいことが起きています。こういった 100% 悪意のある怪文書については後日動画でおもちゃにするか、もしくは有料コンテンツとして一部の人に提供することを検討しています。この世には訴状を売る男もいれば投げ銭メッセージを売る男もいます。これが資本主義社会です。安倍隆和様、高額投げ銭ありがとうございます。これ完全にケツ狙われてますよね。しかも金額が高いのがガチで狙われてる感あって怖いんですけど。俺が二次元からこの世界に来たのには理由があるんだ。それは捕鯨だ。違う違う、二次元からこっちの世界に来たんですか。安倍さん、ケツに対する執念が凄まじいですね。どんだけケツに命かけてるんですか。うほ、あそこに赤月院で男の子がいるぞ。一番盛りがざどん。あー、外したか。誤ってケツ子様のチャンネル登録に刺さっちまったか。もう少しで1000人いきそうだからみんなで応援しような。あ、刺さらなかったんですか。てっきり刺さったかと思ってリアクションを取ってしまいました。ケツ子様はもうすぐ1000人いきそう。みんなも登録しようね。安倍さんのストライクゾーンに関しては前世紀の一郎並みに広いらしいのでまずいですね。これは小林亮と結婚してケツを死守することも本気で検討しなければなりません。ところで俺のゴールデンボールを見てくれ。こいつをどう思う。ゴールデンボンバー乱視。ゴールデンボンバー良いですよね。私は結構好きです。あ、ゴールデンボンバーじゃなくてゴールデンボールですか。失礼しました。いや、何さらしとんねん。早くしまってください。それも細工必要ですから早くしまえよ。ラー、じゃあそのクソデカボールで今から野球して良いですか。サイコパス発言。ケツコ様のチャンネル登録に森が刺さるのはむしろ良いことなので、どんどんぶっ刺していきましょう。目指せチャンネル登録者1000人。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。